はい、おはようございます。ダスカルでございます。本日はもちろんサムネにもある通りラーメン会ということで、というのもですね、先日僕が大阪出張でこのね、神奈川に本店があるハイパーファットンさんのセカンドブランドであります知らんけどファットンさんでラーメンをいただきまして、もちろんね、本店のハイパーファットンさんでも大阪でもラーメンを食べたんですけれども、動画の際にですね、好み的には大阪の方が好きかもしれないなんてお話をしたんですよ。でも動画でね、そんな話をするのであれば直近でちょっと食べてないなと思いまして、改めてですね、この本店のハイパーファットンさんにラーメンを食べに来ました。とは言ってもですね、本日いただくのはラーメンではなくて汁なしすっぱ麺という、前回のね、その大阪の動画でも食べたんですけれども、ハイパーファットンさんといえばの代名詞のメニューですね。これなんかはカップ麺とかでも販売されてまして、お店に来てない方でも知ってる方はいるかな。大阪でもね、食べたんだけど、これが本当に美味しくて、僕個人的にはかなり好みでしたので、本日はね、そちらのすっぱ麺をあったかいものと冷やしの2種類いただこうと思っております。で、もちろんね、そのスーパー麺並盛りではなくてデカ盛り仕様ということで、1杯につき茹で前で 700g の麺増量してありまして、合計で本日は茹で前 1.4kg 食べていこうと思います。ということでですね、本日いただきます汁なしスーパー麺到着しました。これ2杯いただいてるんですけど、こちらが温かい方でこちらが冷たい方と、今回ですね、だいたい 1.4kg ぐらいだから大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱりね、毎回そうなんですよ。デカ盛りが目の前に来ると想像以上にでかいひとまずですね、まずはあったかい方からいただきたいと思います。いただきます。で、先日ね、お伺いした大阪の知らんけどファットンさんは、薄切りのバラ肉みたいなものがね、チャーシューで乗ってるんですけれども、前回はね、巻き豚ほとんど食べれませんでした。ハイパーファットンさんの巻き豚なんですけれども、これがね、うまいんですよ。うまっ。豚柔らかは、食感がふわふわ。今日ね、オーナーさんにもどれぐらい豚増しますかって言われて、そんな無理ない程度にってお話ししちゃったので、今日この量なんですけど、もうちょっとね、増せばよかったと後悔するぐらいうまい。そしたらせっかくなので、これ混ぜてね、いただいちゃいましょう。この酸っぱ麺にね、フライドオニオンが美味しいんですよ。あー、うまっ。うめうん、二郎系独特のね、このがっつりとした味付けにほんのりね、酸味がかったポン酢の風味、これがね、すごく合いまして、どっしりとした油の重みっていうのがあるんだけれども、この酸味でね、さっぱりさせてくれるんですよ。もうほんとこれいくらでもいけそう。本当この動画見てくださっている皆さん、この一杯食べてほしい。このハイパーファットンさんでは限定メニューって結構多数あるんだけれども、その中でもね、ダントツでズバ抜けて一番僕はこれが好きですね。うまいなー。you
そしたら今回ですね、こんな感じで背脂とね、ニンニクは別皿でいただきました。ちょっと冷たい方に背脂入れちゃうと固まるので、このあったかいスーパー麺にね、背脂全部入れちゃいましょうで、軽くニンニクと、うわ、このツヤというか見た目のパンチ力やば。このあったかいスッパ麺であれば間違いなく背脂、ニンニク、これ増した方が正解です。うますぎまだね、今日この食べ始めて10分ぐらいしか経ってないんですけど、1杯目終わりそうです。腕前 700g って言ったら、いわゆる二郎系の台を2杯分ぐらいは入ってるので、このペースは自分で言うのもなんですけど、食べる速度異常ということで、ただいまですね、1杯目のね、こちら汁なしスッパ麺は具材、油ごと全て完食させていただきました。残すところこの冷やしのスッパ麺ですね。ただ2杯目のスッパ麺行く前に、この辺りで僕の大好きなね、この特茶で1回口をリセットさせていただきます。やっぱりさっきの一杯に背脂フルトッピングしたから、ちょっと脂も強くてね、その後の特茶最高に美味しいです。したらこの辺りで冷やしですね。そういえばね、ハイパーファットンさんって店頭にラーメン自販機、冷凍の自販機があるんですけど、そこにねチャーシュー売ってるんですよ。ちょっと今日これ買って帰ろうかな、マジでうまい、家で食いたい。そしたらこの一旦冷やしも混ぜてみましょう。よし、しっかりこれ具材混ざりましたんで、冷やしの一口目ですね。うまっ、めっちゃうまっ。ベースの味はね、もちろん同じメニュー、冷やしただけなので一緒だと思うんですけれども、このね味全然違う。あったかいメニューよりも、もちろんね、このフライドオニオンがこうしなっとならずにシャキシャキっとサクサクっとした食感も残ってますし、ポン酢の酸味っていうのかな、そういう部分が際立って、よりすっきりさっぱりって感じ。あとね、味以外にもこの麺のコシとかも強くなるので、これはね結構好み分かれると思うんですけど、いつもねこうラーメンばっかり食べますよって方は、一回ねこの冷やし系のメニューも食べていただきたいですね。あ、今日これペロリだな。基本ね、今までの動画だとハイパーファットンさんで撮った時、2キロ以上とか、もうすり鉢がでかいからさ、とにかくデカ盛りをお願いすると量がすごくなるんですよ。だからここで撮影する時は大体ね、本当に苦しくなって限界ギリギリでね帰ることが多いので、今日ももちろん朝から何も食べず、現在時刻は16時ということで、本当にお腹空いてたんで、一食目がねこのスッパ麺でよかった。
ったらニンニク投入しますか。あったかいメニューにニンニクを入れるとその熱でねしっかりとニンニクに火が入って甘みが際立つんですけど、冷たいメニューに入れるとねいわゆる生ニンニクのちょっと辛みとかも生きてくるので香りとか後味っていうのがビシッと決まってこれはこれでうまいっすね。そしたら本日ですね、こちらうずらでラストです。うん、はい、ということでただいまですねこの酸っぱ麺2杯完食しました。ごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちらハイパーファットンさんで汁なし酸っぱ麺、あったかいのと冷たいの両方いただきましたが、やっぱこの酸っぱ麺っていうメニューはほんと好き。ほんとにね、このメニューは皆さんに食べてほしいんですよね。ぜひですね、この酸っぱ麺販売する際にはこのハイパーファットンさんで食べていただきたいですし、前回ですね、行かせていただいた大阪のセカンドブランド知らんけどファットンさんでも常時メニューとしてですね、この酸っぱ麺販売しております。気になった方は食べに行ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルも活動を行っておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。